ゲイロード・オープリーランド・リゾートコンベンションセンターは以前オープリーランドホテルとして知られテネシー州ナッシュビルにある大きなホテルとコンベンションセンターでゲイロード・エンターテイメント・カンパニーの事業部であるゲイロード・ホテルズが所有しているカジノホテルではない世界で最大のホテルでありラスベガス以外ではアメリカ合衆国で最大のホテル1977年命名の元となる テーマパークのオープリーランド USA とグランドオール、オープリーハウスに隣接したオープリーランドホテルとしてオープン。最も重要な点としてサザンホスピタリティというテーマが掲げられる。ホテルは通常600の客室、2万平方フィートのダンスホール、3万平方フィートのコンベンションセンターで構成される。当初ナショナルライフ アクシデントインシュアランスカンパニーによって作られたが、1982年、オープリーランドホテルは大部分のナショナルライフのエンターテイメント部門、WSM ラジオ、オープリーランド USA、グランドオールオープリーなどとともに、オクラホマ州オクラホマシティに拠点を置く、ゲイロードブロードキャスティングカンパニーに売却。1983年、オープンから6年後、オープリーランドホテルは、 フェーズ2と呼ばれる最初の大きな拡大を完了。この大事業で467の客室を追加し、移動合計1067回。フェーズ2では3万平方フィートのダンスホールをさらに、ホテルの最初の特設温室庭園アトリウムを新たに追加。大きなガラスの下で植物と噴水に満たされた温室庭園は、客が屋外に出ることなく熱帯の庭で散歩をしているように、 感じるよう設計されている。何百もの部屋には温室を見渡せるバルコニーがある。これはホテルがしたかった最初の本当に独特なものであり、それは次の2回の拡大の準備段階であった。1988年までオープリーランドホテルは1891の客室に拡大。フェーズ3の拡大ではカスケードというエリアにさらに18000。 平方フィートのダンスホールが加えられ、第2のアトリウムが温室庭園を補うように設計される。カスケードは1エーカーのガラスに覆われ、何千もの植物種と大きな人工の滝が特徴。フェーズ3の一部として1年で遅れたもののさらに、4000平方フィートのダンスホールがオープン。そして、より奥深い環境とより、細やかな紅葉のために設計される。 フェーズ3とは別に、ホテルの2マイル東側に18ホールのゴルフ場である、スプリングハウスゴルフクラブが追加。基準打数72のコーススタイルで、1994年から2003年までのチャンピオンズツアーのオーブリーランドでのベルサウスシニア、クラシックの本拠地となる。2001年に、スプリングハウスリンク、2006年に、ゲイロードスプリングスと名称を変更。 メリーランドのホテルがオープン前、ゲーロードナショナルと名称変更。当事者の担当は、オープリーランドのブランドがナッシュビルには強力だが、アメリカ合衆国の他の地方にはそぐわなかった。ブランド変更の努力にもかかわらず、大部分の地方住民は、オープリーランドホテルとまだ呼び続けていた。1996年、フェーズ4、第4段階の拡大を完了。 1>, 1億7500万ドルを投じたデルタは922の客室を加え計2881となり当時ナッシュビルの歴史上最大の建設プロジェクトとなるさらに55465平方フィートのダンスホール289000平方フィートの展示ホールとデルタアトリウムが加えられ既存の構造の大きさを2倍以上にした高さフィート 4.5エーカーのアトリウムは、ルイジアナ州ニューオリンズから、多くの資材を借りージャンをテーマに作成。また大きなガラスの屋根の下には0.25マイルのデルタ川がある。低料金で、アトリウムのガイドツアー付きで、デルタ、フラットボートという小型ボートに乗ることができる。デルタ川が洗礼を受けたとき、アメリカ合衆国のあらゆる川を含み、世界中の6000以上の川から水を抽出され、 デルタ川へ注がれた。デルタの拡大は、大部分の構成は、ほとんどやり尽くした上にテーマパークの土地を使い尽くしたとして、多くの努力をテーマパークよりそのホテル部門に集中させていくとの方向性を固めた。1997年、オープリーランド USA は、テーマパークの活動をやめ取り壊された。同時にゲイロードエンターテイメントは、 ミルズコーポレーションとの合弁事業でその場所で120万平方フィートのオープリー・ミルズというショッピングセンターの建設を発表。テーマパークの閉鎖次の5年間オープリーランド、ホテルの稼働率を低下させた。ゲイロードエンターテイメントは後で2モールを独占し、現在場所とオープリーという名をミルズ社の後継者としてサイモンプロパティグループに対応。 テーマパークの閉園の後、ゲイロードはホテルからオープリーランドの名を外すことを検討。広範囲な市場調査でホテルがオープリーランドの名前なしでその評判を築き上げるのは困難という結果になり、外さない方針に決定。1990年代後期、ゲイロードエンターテインメントは、ちょうどオープリーランドホテルの通りの向こう側、マクガボクパイクにラマダインを経営。 オープリーランドのホテルとして一般に知られていたラマダとの提携を解消。それは現在ラィソンホテルと提携。このモーテルは経済的価格でオープリーランドホテルの品質と快適さを受けたい客に向いている。1999年、拡大を予定し1997年に作られた新しいゲイロードの子会社、オープリーランドロジンググループは オープリーランドホテルズに名前を変えられ、フロリダ州キシミー、テキサス州グレープバインで姉妹提携を計画し実現。もう一つのホテルはメリーランド州プリンスジョージ郡であると後に発表。これらの新しい計画の結果、ホテルはオープリーランドホテルナッシュビルと名前を変えられ、会社のオープリーランドホテルズの機関としての財産となる。 他のホテルはそれぞれ、オープリーランドホテルフロリダ、オープリーランドホテルテキサス、オープリーランドホテルポートマックという名前となる。2001年10月26日、オープリーランドホテルナッシュビルは、親会社から名前を取り、ゲイロードオープリーランドリゾートコンベンションセンターとして、ブランド再生。ゲイロードエンターテイメントは、 フロリダの新しいホテルからオープリーランドという名を外そうとした。オープリーランドホテルズの部門はゲイロードホテルズと名称変更し、フロリダのホテルはゲイロードパームズとなり、テキサスのホテルはまず最初にゲイロードオープリーランドテキサスと呼ばれていたが、ゲイロードテキサスに後で変えられ、より多くの市場調査の後、独自のアイデンティティを必要と結論。2003年、 500万ドルを当時拡大の代わりにブランド変更と共に革新を果たす。いくつかのホテルのレストランとパブ及び新しい販売体制と建築改善の改修とブランド変更をする。ここ数年にわたりホテルの2881の客室のすべてを作り直す計画も発表される。2003年の報道によるとゲイロードオープリーランドは近い将来5000席の 円形劇場を建設する予定であったが、その計画はコンベンションセンターの拡張に変更。2007年2月12日、ゲイロードホテルズは再度ゲイロードオープリーランドを、今度はコンベンションセンターに集中して拡大する計画を発表し、4億ドルの拡大は既存のコンベンションセンターのサイズを約2倍にし、独立したスイートルームを400部屋追加。 大きな駐車場も追加。拡大は既存の建物の南部に構築され、オープリー・ミルズの方へ建築を進める。市政府を通し公的融資で8000万ドルを受け、拡大によって発生する財産税を通して返される計画。このプロセスの第一歩は、テネシー総会でこの場所を特別観光開発地帯と称す。この拡大は、ゲイロード・オープリーランドが ネバダ州ラスベガスの他に最も大きなコンベンションホテルとなる。2010年までに完了予定。その姉妹ホテルとは異なり、ゲイロードオープリーランドは度重なる、拡大の結果として普通の構造レイアウトではない。このため何度も訪れる客でも道に迷うことがある。従業員でさえも時々ホテルで道に迷うと言われている。ゲイロードオープリーランドの コンベンションセンターは、市政府が所有する、ナッシュビルコンベンションセンター、ナッシュビルコンベンションセンター、以下、NCC と直接比較される。ゲイロードオープリーランドは、大きな会議をするため作られ、NCC はそれより、小さな集会に適する。ナッシュビルは、NCC が、比較的、小さいために大会議を行うことができないため既存の、公共の会議場を拡大するか、 移転する計画を現在考慮。対照的に NCC が1987年にナッシュビルのダウンタウンにオープンし、定期的に大会議を行ってから、ゲイロード・オープリーランドは2回そのコンベンションセンターを拡大。ゲイロード・オープリーランドは現在3つの展示場と5つのダンスホールがある。ゲイロード・オープリーランドコンベンションセンターはその大きいホテルと結合し、 一度に少なくとも10から12の別の会議を容易に行える。ほとんどの週末には少なくとも2つの会議が行われている。コンベンションセンターは、それぞれ大きさと目的に合わせて選択できるマグノリア、テネシー、プレジデント、ガバナー、デルタの5つの地域に分けられる。現在、高さが3段階に違うダンスホールと展示場がある。ホテルには、 現在の109,465平方フィートダンスホールと319,000平方フィートの展示場がある。計画ではそのサイズが約2倍になる予定。ゲイロードオープリーランドが郊外の会議場としての責務を果たすと同時に地元のコミュニティに貢献。多くの地元の高校は毎年プロムでダンスホールを利用。またその立地条件、レストラン、歩道、 風景のため、ナッシュビルで最良の最初のデートスポットのうちの一つであると言われている。多くの地元企業もコンベンションセンターの会議場を利用。大部分の他のカジノのないホテルとは異なり、ゲイロードオープリーランドを訪れる客の多くは宿泊客ばかりではない。様々な店とともに、様々なアトリウムの風景とレストランは、毎日多くの予約なしの客をホテルに引き付ける。 外にあるタウンパークでは現在は車を駐車するのに18ドルかかるが地方住民は無料で近くのオープリーミルズに駐車しゲイロードオープリーランドへ歩いていくことがあるただし夜通し止めるにはセキュリティがないため危険であるしかしかかりイン付き駐車サービスは一泊25ドルで宿泊客も利用できる毎年11月から翌年1月中旬までゲイロードオープリーランドは カントリークリスマスというクリスマスの装飾の大きなディスプレイを見るため何千もの訪問客が訪れる。何百万もの装飾的なライトが木に飾られ、三つのアトリウムはアニマトロニクスなどいろいろな装飾を施される。ホテルは毎年7月からライトを設置し始める。その上、アイス、氷の彫刻、ディスプレイとラジオシティロケッツのクリスマススペキュタクラー。 などいくつかの特別なホリデーをテーマにしたショーやアトラクションが行われる。2007と2008年のクリスマスシーズンでアイスのテーマはドクター・アスイスのグリンチであったが2009年のテーマはまた変わる予定。2008年はゲイロード・オープリーランドのカントリー・クリスマスの25周年記念である。ありがとうございます。